さあ、ということで今回はね、4周年に追加されたこちらのね、3人の無料キャラクターを使っていこうと思います。宇宙サバイバル編のね、第7宇宙の3人ですね。はい、まあ性能はまあ見なくていいかな。特になんかすごい尖ったキャラクターはいないですね。悟空はなんかシンプルに火力出せて、まあ天津飯は特殊フラッシュ持ってて、クリリンが味方の待機短縮とか、まあキャラ回しのサポートって感じかな。はい、ということでこの3人使っていきます。ちょ、無理これはさすがに無理じゃろ。これはさすがに無理じゃろ。ゴリトツすぎじゃろ。ということでお願いします。ちょっと4周年でめちゃめちゃモチベ、動画投稿のモチベ上がってますけども、めっちゃ動画出してますけどもね、全部見てくれると嬉しいです。はい、ということでお願いします。これ勝てたらやばいけどな。さすがに無理よな。速射行きましょう。お、相手もタックル読みの射撃。が見えてる。いや弱え。まあさすがに色がしょうがないんですけど、これはタックルもう一回前裏か見えてる。タックルずらして、ああ回避見て、身勝手ってさ、近距離でさ、いや待って、よもろい、やらか近距離でさずらしまくってもさ、弓毛やればねリスクないからね。そこがやばいよな。黄色がいらんか、このパーティー。ユニゲ使わして、え、打撃をしてんの？フラッシュ入れときましょう。オッケー、見えた。オッケー、めっちゃ見えるやんけ。さらに打撃キャンでしょう。これ結構強い。弾吐きないよね、必殺。ブルゴジ。オッケー、行きましょう。赤捨てか。まあ、色的には赤の方がいいのかな。ちょ、さすがに落としてほしい、こんぐらい。もう、マジか。怖いな。え、これ、スポーツマシップってこと？違うよね、違うよね。びっくりした。わからん、わかりづらい、身勝手は。平気打ちましょう、ここ。あ、そうか、カウンターあるか。まあまあまあ、いいや。タックル読みだったんですけど。射撃撃って、やばくね、お前。太陽拳入れて、ここ外そうか。面切るんか。2連回避でいいや、ここ。うん。オッケー、かぶして、打撃キャン釣りたい。オッケー。で、気力回復あるんで出して、外そう。オッケー。これでこれに勝てる。やばくね？第4位してされてから。これメイン何？必殺ドロー、偉っ！タイミングよ！何お前は。いや、ダメか。ちょっと強気すぎたな、今のは。まあ、テンさんで受けましょう。使うんだ。いや、ちょっと下げましょう、さすがに。分散させて。いや、マジか。通ってたら絶対勝ったけどな、これ。打撃アンフロー。75。まあ、しゃあない。いった！いや、なんかぶっ破してきそう、こいつ。変えとくか、リスクあるな。交代ムーブなんだ、そこ。何してんの、お前は。よし、こっちで打ちましょう。お前読むなよ、マジで。オッケー。なんか一丁前にやつだけ覚えてそうだな。なんかね、あとこのクリリンたちなんかちょっと顔違うんだよね。クリリンとか特に。オッケー。オッケー。ちょっとなんか思ったよりあんま強くないというか、まあ、しょうがないね。しょうがないね。強くないっていうか、他が強すぎるだけなんですけど、相手が。まあ、いい縛りになってるかな。
なんか悟空がね強いってコメント見たんですけど、なんか悟空より俺天津飯とクリリンの方が好みかな、性能。やっぱ被せができるんで、クリリンの必殺とか天津飯の特殊は強いんで、こっちの方が俺は好みかな。悟空なんかわかんねえわ、強さが。なんかヨダメが居座ったら上がるみたいな感じだったけど、居座る余裕ないもんな、このパーティーだと。キャラ単体の性能が。射撃総裁しよう。2連で行って、ダメでした。お、危ねえ、お前。なんで回避回避して。いやー、これ出てくるかな、出てくるか。お、失敗して。ようやく。通常か。見えてるよ。こういうのは甘いんだよな、このゴミども。あ、ゴミどもが言っちゃった。俺、本当に4周年さ、めちゃめちゃさ、成人になる予定だったんだけどさ、もう、本当にイライラしすぎてね、最近。方法、オッケー？気候法被せまくって、お前に当てたい、じゃあ。オッケー？ライジングでいいや。あー、でも、赤落としたかったから、今コンボ取ってから身勝手クッション狩りできた方が美味しかったな。ワンチャン。もうさ、お前らさ、本当にさ、それだけうまいよね。それだけはうまいわ。予約すんなって、だから下手くそが。いや、玉吐き入れとこうか。なんか最速取れそう。ですよね。わかるっすよ。君たちの、頭おかしい人の考えてることは。ちょ、ラグ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 。めっちゃうまかったのに。俺が。これを、それ、そんなことできんの、こいつ。待って。同じようなパーティー使ってる人。まあ、同じようなではないけど。やった、これはちょっとテンション上がるね。ちょっとさっきからイライラしてたけど、キャラのパワーにね、ご利用されて。もう身勝手いますけど、別にいいよ。出てくるでしょ、これさすがに。誰か。誰が来るんだろう。めっちゃ空気読んでくれてる。めっちゃいい人やん。奇跡のマッチング。よろしくお願いします。こういう勝負したかった。いいね。噛み合った。ごめんね。謝るよ、俺、普通に。こういうね、奇跡を大事にしたい。出てくる。マジか。はい、まあ、テンさん一旦出しとこうか。いや、なんか誰かしらめっちゃ硬いキャラとかいてほしかったな。体力2枚も積めるんで、ライジング受けがね、無理やり捨てでできたりしたらね。ちょっと上手いな、この子。コモか。ちょっと上手ぶってる、君。あ、上手い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 。お、やっぱこういうネタプレイしとる者同士な。うまいな。俺、お互い特殊カバチェンもないもんな。特に、フル UG 決めて。いやー、天津飯まで回したかったな。これメインで待機短縮とかないよね。じゃあ、弾吐き入れとこう。クリリン必殺は強いからね。初めて射撃。あー、被せミスってるね。どんまい？フラッシュ入れて、フラッシュ入れて、あ、なんか外れた、あっ、ね、待って、さっきのコンピューターにやった、なんか気力回復するよね、こいつ。なんか知らんけど、またなんか必殺どっか行ったんだけど、なんなんなん、見えてるよ。いや、回避読み結構噛み合わないな。まあでも全然イライラしない。どうしよっかな、これ。クリリンライジング耐えるんじゃない、誰でも。あ、玉吐き入れてくる。もう、そう、玉吐き合戦やね。あー、噛み合った、最悪だ。切ってくるか。あ、玉な、打撃もなかったのか。さあ、お互い玉吐き、玉遅延しまくっていって、回避読み、噛み合わないんで、ずらそう。持ってるな、これ、かぶせ。うん、ですよね。動きすごいな。待って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 。待って、待機忘れた、やべ、待って、待機忘れた、待機忘れた、最悪。紫と、待って、さ、黄色で打っちゃよかった、普通に。あー、最悪、待って、最悪。煩悩出たわ、煩悩。煩悩出たわ、煩悩ゲーかよ。お互い、ライジングたまんねえのか、これ。
いや、かぶそう、これ。警戒してなかったよ、さっき。いや、待って、何回避してんの、君。回避ないじゃろ。よし、行きましょう。いや、なんか、圧破棄されたんだけど。だる。オッケー。何このマイナーポケモン対決。一応うまいから回避入れとこう。打撃アンフロー。いや、マジか。ちょっと回避のあれが噛み合わないけどもいいや。誰捨てる？緑だな。緑捨てようか。なかなか打ってこん、ライジング。誰、黄色に当ててんのか。まあ、色的にそうだよな。黄色当てないと勝てんよな。噛み合う。黄色に当てたがってんのね、この子は。さっき釣れたんだよな。いや、もう最悪、めっちゃ噛み合うけどもいいや。入るか。後ろ下がろう、一応。キャラチェン回避か。ちょ、次 UG でいいか。恐れすぎたな。ちょっと待って、時間長い、時間長い。あ、待って、ゆっくり、あぶね、あぶね、あぶね。よし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 。よしよしよし。モーションかっこいい。なんか、使い回しなんでしょ、このモーションって。でも。そしていって、圧引ける？引けん。これ何？あ、全体回復だったね、そういえばこれ。オッケーオッケー。一つつか。ちょ、クリリンの待機回しましょう。頑張って。オッケーオッケー。変身案って記憶回復する場に出たとき。逃げるか。俺もうね、逃げる。回避見て通常でいい。やることないんで、一つでオッケーと。よーし、完璧。ということで、奇跡的なマッチングできたんでよかったですね、最後に。